俺の名前はヒデ。ついこの前29歳になった。今日は親父と親父の親友と一緒に人気の居酒屋へやってきた。店に入るまでは長蛇の列で順番で列に並ぶことに。そろそろ親父と交代だなぁと思っていたところへ、三人の悪そうな奴らが近づいてきた。ちぃ、なんでこんな小さい店でこんなに並んでんだよ。俺たちはここに並ぶほど暇じゃねえっての。ほんとっすよね。あ、そこ入れるんじゃないですか。もうあそこ入っちゃいましょうよ。先頭ならややこしそうですけどね。その辺なら弱そうな男と女だけだし、平気ですよ。ああ、いいとこ見つけたじゃねえか。よくやったな、クロ。普段は使えない奴だが、こういうずる賢いことには頭が回るな。もったいない言葉っす。ちょっとお兄さんたち。ああ、なんだよクソガキ。俺たちに何か用か。わざわざ声かけてくるなんて、よっぽど重要な話なんだろうな。いや、別にめちゃくちゃ重要ってわけじゃないんですけど、とりあえず割り込みだけやめてもらっていいですか。俺たちも割と長い間、外で並んで待ってるんですよ。それを横から入ってきて堂々としてるのはどうかなって思いません。全く思わないね。馬鹿正直に並んでる方が悪いんじゃね。人間なんて自分が楽な方に逃げるのが普通じゃん。気真面目に何時間も並んでる人間の方が割を食うと思うんだけど。っていうかさ、そもそも俺にこのクソ長い列を並べってこと？お前さ、俺のこと誰だと思ってるわけ？知らねえ人間にそんなこと言うやついる？もう少し自分の立場ってもんをわきまえた方がいいよ。じゃないといつか痛い目見るよってことを今日俺が教えてやるから。力でしか自分を表現できない人ほどそういうこと言うよね。どっちにしてもルール違反はルール違反だから。偉い人なら順番無視していいとかそんな法律聞いたことないだろ。俺だけじゃなくてここにいる人たち全員長い時間待ってんだからさ。とりあえず一番後ろに並んでちゃんと順番待ちをしてください。だから偉そうなこと言ってんじゃねえよって話。なんでてめえに俺のやることに文句言われなきゃいけないわけ？逆にてめえはそんなに偉い人間なんですか？いや、だからさ、偉いとか偉くないとかの話じゃないんですってば。子供の頃に習わなかった、ちゃんと順番は守りましょうって。高校は出てないにしても小学校くらいは通ってますよね。はあ、なんだよそれ。俺たちのこと見下してんの？いいか、いくらいい学校出てたって力がなけりゃお前は何もできねえんだよ。結局この世の中は力と金、そしてお前はどっちも持ってない。そういう人間がどうなるのか俺が教えてやるよ。そう言いながら男が俺の肩を強く引っ張った。突然のことで勢いを止めることもできず、そのまま前のめりに倒れてしまう。一体何するんですか？何するんですかじゃねえよ。見たまんまだよ。お前が力について何も知らねえから教えてやったんだよ。これでわかったか？てめえがどれだけ力のない人間かってことが。いや、それは関係ないでしょ。謝ってくださいよ。怪我してないとはいえ結構痛かったんですけど。知らねえって言ってんだろ。っていうか、どいてくれてサンキューな。この場所は俺らがもらったからさ。お前らもう一回最初から並べよ。俺たちに順番を譲れ。いやいや、そういうわけにいかないでしょ。俺だってずっとこの店に入りたくて何時間も並んでるんですよ。俺だけじゃなくて親父や親父の親友も楽しみにしてるんです。それをポッと出てきたあんたたちが順番を奪うなんて、
許されることじゃない。やっちぇ人間が、偉そうなこと言ってんじゃねえよ。引っ張られて倒れるしかできねえくせに、でけえ口叩くなんて、ダサすぎんだよ。それでも俺らに突っかかるって言うんなら、俺らが相手するよ。だから、そういう話じゃないって。とにかく順番は守ってください。今ならそんなに混んでないし、あんまり並ばなくても。俺が言い切る前に、下っ腹らしき二人に腕をつかまれ、並んでいた列から外された。何するんですか？何するんですか？じゃねえよ。本当は何されるか分かってるくせに。俺たちに逆らった時点で、お前の負けは決まってんだよ。お前に何ができる？立ってることもできない奴に。さあ、お前にできるのは、俺たちに順番を譲り、俺たちのスパーリング相手になるだけ。お前はすでに男として、人間として終わってんだよ。そう言いながら、男たちは俺に拳を繰り出し始めた。拳だけじゃない。足までもがしっかりと俺の顔面を捉えていた。うわぁ、いって、情けねえな。順番すら守れねえんだ俺。楽しみにしてた親父が見たら、めちゃくちゃ悲しむだろうな。ああ、せっかく何時間もかけて並んでたのに、なんでこんな目に遭ってんだよ。ちょっと、いくらなんでもやりすぎなんじゃないの？っていうか、そもそもあの人があそこまでされる意味がわかんないんだけど。あれは俺の後ろに並んでた姉ちゃん。俺なんかのために。はあ、うるせえ女だな。てめえに何がわかるんだよ。てめえらの前に並ばなかっただけ感謝しろよ。実際俺は女だろうが子供だろうが、目の前にいるうぜえ奴は全員ぶっ飛ばす。そういう主義で生きてんだよ。ま、お前らが相手してほしいってんなら、話は別。おい、クロ、そいつはもう伸びてる。十分だろ。骨の髄まで俺たちの恐ろしさが染みてるはずだ。そうっすかね。じゃあ、今度は。あ、今度はこの姉ちゃんたちだ。どうやら俺たちに相手をしてもらいたいらしい。その願い、聞き入れてやろうじゃねえか。やれるもんならやってみなさいよ。私たちにまで手を出したら、すぐに警察に通報してやるんだからね。おお、おお、威勢だけは立派だな。お前らもどうせすぐに力の前に屈するのに、いつまでそんな元気を保ってられるのか、見物だな。ああ、お姉さんたち逃げてくれ。ごめん、俺がこんなに情けないから。俺はもうダメだ。視界も霞んできたし、呼吸も浅い。もう立ち上がることもできないくらいボロボロだ。こんな時、親父がこいつらの相手をしていれば、こんなことにはならなかったのに。情けないことに、食ってかかられている女性二人組を眺めながら、地面に伏せる俺。どうしようもなく惨めな思いが、全身を駆け巡っていたその瞬間。トイレへ行っていた親父の猛ダッシュが目に入った。おいヒデ、お前どうしたんだよ、こんなにボロボロで。俺がトイレに行ってる間に何があったってんだ。通り魔か。通り魔にでもやられたのか。俺たちだよ。何？兄ちゃんが気持ちよく順番譲ってくれたら、こんな手荒なことしなくてよかったんだけどさ。何？俺たちに逆らったから。それなりの報復を受けてもらっただけだよ。命までは取っちゃいねえんだから、そのうち元気になるだろう。そもそも、てめえはどんな教育してきたんだ。人が譲ってくれと頼んだら、気持ちよく譲ることくれえの親切心もねえのかよ。そんなんだから、ボコボコにされてんだろうが、俺たちのこと恨んでくれるなよ。ええ、なるほど。
それで無抵抗の息子をここまでボコボコにしてくれたのか。だからなんだってんだよ。あんたまで俺たちにボコボコにされてんのか。座れ。は？座れって言ってんだよ。なんで俺がてめえの言う通りにしなきゃなんねんだよ。まとはといえば、てめえの教育がなってねえからなんじゃねえの。世間的にはそういうの、なんて言うか知ってっか？逆恨みって言うんだよ。はあ。どうしても座らねえんなら仕方ねえ。そのまま立って俺の話を聞け。まずは、俺の息子をしつけようとしてくれたことを、とりあえず感謝しておいてやる。ああ、なんだよ。わかってんならいいんだよ。感謝するって気持ちがあるんならさっさとどけよ。この店に入りてんなら、最初っから並び直しな。さっきてめえの息子が、今ならそう時間もかからねえって言ってたからよ。そうやって思うんなら、てめえが並べっての。落ち着けよ、あんちゃん。俺はよ、今感動してんだよ。こんな他人との関係が希薄になった現代において、他人の子を押し付けようなんてな。まだそんな男気あふれる考えをする人間がいるとは、この世界も捨てたもんじゃねえな。はあ？何わけのわかんねえこと言ってんだよ。あまりにもショックすぎる出来事すぎて、頭のネジでも吹っ飛んだか？てめえがどう思ってようが、俺には関係ねえんだよ。でもまあ、俺たちみたいな世直しをしたい若者もいるってのは、覚えておけよ。それで、感謝するだけして、何にもお礼なしかい。いやいや、このままはい終わりってわけじゃねえよ。俺の大事な息子を、ボッコボコにしてくれたお礼は、ちゃんとしないとな。なんだよ、その言い方。もしかして、俺たちに不満でもあるわけ？あのさ、さっきから偉そうな口聞いてるけど、誰と喋ってっかわかってんの？そうな。っていうか、それを言うんなら、俺の方なんだけどな。お前らさ、一体俺が誰だと思って、そんな口聞いてるわけ？誰って、そこで伸びてるクソガキの親父だろ？親が親なら子も子だな。お前らは揃いも揃ってクズってことだ。はあ、面白え。カエルの子はカエルって、こういうことを言うんだろうな。いや、でも本当によくやったと思うよ、お前ら。まさかこの街で、バレエ組組長の息子に手を出すなんてな。しかも、親父である俺の代わりにしつけまで。そら、ご体操な思想ですね。一体どこの組の教えですか？バレエ組？そんな組聞いたこともねえな。おやっさん、はったりこいてんじゃねえぞ。まさか俺たちがこの町にあるヤクザを把握してないとでも。お前さ、それは俺たちのこと舐めすぎね。さすがに全部把握してっから。ヤクザだけじゃなくてチンピラも、カラーギャングどももな。そんな俺がてめえらなんか知らねえって言ってんだから、あるはずねえんだよ。ええー、そうかい。てめえらヤクザになったのは何年前だ。そんなこと知ってどうするってんだよ。何にもできねえくせに。お前も俺が相手だったのは運が悪かったな。俺はそういうことに関しては常に目を光らせてんだよ。いいから答えろ。はあ、いきなりでけえ声出してんじゃねえよ。じゃあ、いいよ、教えてやるよ。2年前だよ、2年前。それまではずっと別のところでただのチンピラとして生きてきた。でもそれじゃでかい男にはなれないと思って、この町に引っ越してきたんだよ。それを聞いてどうするんだよ。所詮てめえは息子も守れねえダメ親父のくせによ。ああ、そう。2年前なんだ。そりゃ知らなくて当然だよな。だってバレエ組がバレエ組として存在していたのは3年前までなんだから。ふざけんじゃねえよ。俺はな、たった2年でカジマ組の若頭補佐まで上り詰めたんだ。それもこれも全部俺の情報力があったからだ。
その俺が、まさかこの町のヤクザについて知らないことがあるわけねえだろうが。それとも、お前はこの俺の情報力が低いとでも言いてえのか？おお、たった2年で何のコネもなく若頭補佐になったんなら、そりゃすげえや。でもよ、お前は一つ間違えていることがある。どういうことだ？要はさ、お前は自分がこの町に来てからのことしか知らないわけだ。一流ってのはな、今あることだけを知るんじゃなくて、そうなるに至ったことまで知るんだよ。つまりお前は今ある、与えられた情報だけを見て満足してる。それじゃあ、とても一流とは言えねえな。こんな奴が若頭補佐なんて、カジマも落ちたな。てめえにカジマの何がわかるってんだよ。嘘でしか自分を守れないくせによ。偉そうな口聞いて、俺たちを惑わせようとしてんじゃねえよ、このペテン師が。ペテン師と来たか。まさか、俺がそんなことを言われるなんて、思っても見なかったよ。まあ、なんだ。若頭補佐だって言うんならよ。おい、なんだよ。話せよ。おい、おっさん。原さんの頭掴むなんてどういうつもりだ。原さんは、お前が触れていい人じゃないんだぞ。何言ってんだ。触れちゃいけねえ人間だって言うんなら、そもそも触れられちゃダメだろ。言葉で自分を守るんじゃなくて、しっかり実力で自分のことを守んねえとな。周りの人間に守られて、それで一発の顔してるんだとしたらよ、てめえの力なんてのは、所詮そんなもんだってことだ。ってことで、お前にはお仕置きが必要だな。おい、待て！ええや。待てと言われて待っているようじゃ、三流にもなれやしねえ。俺はな、自分で言うのもなんだが、一流のヤクザだった男だ。そしてお前は、何も知らないただの生きがったクソガキってことだ。恥を知れ。何も知らない自分を、これからはしっかりすべてを調べるんだな。その瞬間、原と呼ばれた男が親父に頭突きをされ、白目を向いてその場に倒れ込んだ。原さん！よう、具足。怪我は大丈夫か？じゃあ、あんまりよそで具足って言うなよ。まあ、確かに。一方的にやられたのは俺だけどさ、反撃したらかわいそうだろう。だからって、されるがままにボコボコにされるのも違うと思うけどな。てめえら、うちの原さんに何しやがんだ。お前ら、二度とこの町で大腕振って歩けると思うなよ。てめえらはすでに、カジマ組の標的だ。組総出で、てめえらを潰す。随分とでけえ口叩くじゃねえか。お前な、出来もしないことを言うんじゃねえぞ。やるって言ったからには、しっかり責任を持って俺たちを潰せ。てめえらに言われるまでもねえんだよ。カジマ組には元締めがいるんだ。もちろん兄弟組だって多い。俺たちはカジマ組だけじゃねえ。周辺のヤクザが血眼になっててめえらを潰す。その覚悟があって、原さんにこんなことしたんだろ？だったら受けて立ってみろよ。俺たちは、絶対にお前らを許したりはしない。いいぜ。相手になってやれよ。よその人間もいるってんなら、まとめて相手してやる。お前らだって、やられる覚悟があるから、俺たちをやるって言ってんだろ？上等だ。ヤクザは引退した好みだが、全力で相手をしてやる。いい度胸してるじゃねえか。俺たちが相手してやるよ。おいおい、なんだその首元のお絵描きはよ。おっと、さっきのガキが襟首掴んだたせいで伸びちまった。せっかく隠してた跡を見せびらかしちまったぜ。てめえ、その仁王像の和彫りは。なんだ、見覚えでもあるのか。残念ながら俺はお前らなんて知らないけどな。もしかしてバレエの名前は知らなくても、
この入れ墨の噂だけが一人歩きしてるとか。おいおい、それはそれで寂しいじゃねえかよ。俺のことももっとちゃんと知っておいてくれねえとさ。ちぅ、原さん、原さん起きてください。だって、おいこれおっさん、この若頭補佐になんて真似してくれてんだよ。原さん、それどころじゃありません。なあ、てめえ俺がぶっ倒されることより大事な話があるってのか。これはな、俺が舐められただけじゃねえ、カジマ組全体がコケにされてんのと同じことなんだぞ。それ以上に大事な話があるってのかよ、てめえは。そうです、残念ですがこいつらは関わっちゃいけない人間でした。あ、どういうことだよ、わかるように説明しろよ。見てください、あの男の首元を、あの入れ墨が見えますか。なに、え、前に会長が教えてくれましたよね、仁王像の入れ墨の男には気をつけろって。あのおっさんの首元には見事な対の仁王像が描かれている。マジかよ、都市伝説だと思ってたのに。おい、リュウ、ヒデ、お前らそこで何やってんだ。そろそろ交代だと思ったのに、なんで連絡しねえんだよ。お前らだけで入っちまったんかと思ったわ。どうしてここに、北協会の会長が。 お疲れ様です。ああ、なんだこいつら。なんで俺の名前知ってんだよ。俺はてめえらなんか知らねえよ。勝手に挨拶してんじゃねえよ。すみません。こいつら、カジマの人間らしいぞ。しかもこっちのでかいのは、若頭補佐だとよ。ええー、そうなんだ。カジマなんて、うちの分家の中でも末端も末端。普通は若頭補佐なら、俺が顔知ってるはずだが、末端すぎて顔も名前も知らねえや。で、その末端の人間が、竜に何の用なの。俺たちプライベートで飲みに来てるだけなんだけど。いや、こいつらがさ、俺の大事な息子のことをボッコボコにしてくれたのよ。見てみー、こいつのボロボロさ。たく情けねえったらねえな。仕方ないだろ、こんなところで反撃なんかできねえって。だからって、てめえがボロボロにされてちゃ、世話ねえよな。お前、それでも俺の息子か。ほんとだよ。この辺で竜より他に強い人間はいないって言われてたんだぞ。その竜の息子のくせに、そんな弱っちくちゃ、バレエの名が泣くぞ。すみません、一つ質問いいですか。黙ってろ。まあまあ、話聞くだけならいいじゃん。どうせまだ並んでなきゃいけないんでしょ。それなら暇つぶしに話すだけでも聞いてやろうよ。まあその後どうするかってのは俺や竜次第だけどな。それで聞きたいことって何？あの、俺この辺のヤクザ事情には詳しいつもりです。その情報力で若頭補佐になったと言っても過言ではありません。でもあなたたちの言うバレエ組ってのは聞いたことがないんです。そのバレエ組ってのは何なんですか？俺が知らないヤクザの組が存在してるってことなんですか？そうじゃない、バレエ組ってのはもともとこの町に存在した竜の組だ。おいおい、もうネタバラしか。もう少し遊ぼうと思ってたのに。それにこいつらが知ったところでどうすることもできねえだろ。黙ったまま連れて行きゃよかったのに。いや、そういうわけにはいかないよ。こいつらだって納得しないだろ。バレエ組ってのは3年前まで独立したヤクザの組だった。竜を筆頭にそこいらのヤクザも半グレもバレエには手を出せなかったんだ。ではなぜその最強と呼ばれたバレエ組がきれいさっぱり消えてなくなったのか。そこから先は俺が話すよ。なんて言ったって俺が当事者なんだからな。それもそうだな。じゃあ俺は竜の武勇伝を黙って聞いてるよ。武勇伝とか恥ずかしいこと言ってんじゃねえよ。まあそれでだ、
3年前の冬、俺は交通事故に遭った。って言っても、俺も車に乗ってたわけじゃねえ。俺と嫁の二人で街中を散歩してたんだよ。気分転換がてらにな。そこへ一台のバイクが突っ込んできた。まあ、敵対してた組の人間だったんだけどよ。もちろん俺はとっさに嫁を守った。でも、突っ込んできてすっ転んだそいつの狙いは、俺じゃなくて嫁だったんだ。当時俺はそいつを鎮圧した。でもその時悟ったんだよ。いくら強くても、自分の大切な女すら守れない危険がある。いつまでもヤクザのままだったら、いつか守れなくなる時が来る。俺はそれが怖かった。だからヤクザを辞めたんだ。でも、辞めただけならバレエは存続するんじゃ。あ、でも組員の中に、組長を任せられる器の人間がいなかった。それほどバレエの名前はでかくなってたからな。だから北協会に吸収してもらった。吸収？そう。バレエの名前を背負えるほどの器はないと言っても、優秀な人間たちだ。今は北協会の幹部やら、弟分として、しっかり働いてくれてるよ。お前たち末端構成員の管理をしてるのもそいつらだ。お前たちは、見たことがないんじゃない。知らないだけだ。じゃあ、俺はどっちにしろ、叶えもしない相手に喧嘩を打って、そういうこと。しかもその大事な息子にまで手を挙げた。そしてまあ、見た感じ、急に絡んできたってよりも、割り込んできたって感じか。お前たちは俺たちが一生懸命交代で守ってきた順番を、横取りしようとしたわけだ。それはすみませんでした。俺たちが間違ってました。最初から並び直しますんで許してください。残念だけど、もうそのレベルは通り越してるんだよね。だって順番を奪うために、ヒデのことボコボコにしてるんだもん。もしかして、カジマ組ってそういうことを許すような組だったわけ。ヤクザということを売りかざして、一般人に手を挙げていいって。しかもさ、ここまでやるって、尋常じゃないと思うんだよ。だって、見てみ。ヒデの口切れちゃってるじゃん。しかももう、ところどころは多くなってる。それだけのフルパワーで、他人をボッコボコにできるなんて、手慣れすぎでしょ。とりあえず、カジマの組長を呼んでくれる。監督責任者として、話を聞かないといけないわ。さすがに見過ごせない。それは勘弁してください。なんで？っていうか、どうして俺が、お前らの意見を聞かなきゃいけないの？この場において、お前らに拒否権とか、発言権があると思ってんの？だとしたら大間違いだわ。お前らにそんな権利はない。この場で一番権力を持ってるのは、誰だと思う？会長です。そうだよな。じゃあ、末端構成員として、話は聞かないといけないよな。その俺が組長を呼べって言ってんだよ。お前らのするべきことは。本当にすみませんでした。情けないのですが、組長には連絡できません。なんで？カジマ組は、一般人に手を挙げることは禁止されています。そして同業にも手を出すなと、構想にでもなったとしたら大変だからって。じゃあ、お前ら北協会の規律だけじゃなくて、カジマの規律も破ってたんだ。そりゃ確かに組長なんか呼んだりしたら、大事だよな。でもさ、ここに転がってる日でも、お前が襟首掴んでた竜もなんだけどね。こいつら二人とも立派な一般人なわけよ。3年前だったとしても、竜は同業者だしな。っていうか、カジマの人間なんかがバレエの人間に手出しするとも思えないけど、だってこの仁王像の入れ墨だけが都市伝説みたいに人から人へ繋がれてんだもん。そんな伝説みたいな男に喧嘩売っといて、まともに生きてられるわけなくね。
お前がダメだって言うんなら、カジマの組長に責任取ってもらうけど、どっちがいいの？それは勘弁してください。でも組長を呼ぶことはできません。俺の命だけでなんとかなりませんか？ああ、お前さ、人に喧嘩売っといて、それで済むと思ってんの。何のためにカジマの組長が、同業に喧嘩売るなって言ってるか理解できない。まだ俺が知ってる奴なんだとしたら、あいつは相当慎重な男だぞ。だからこそ、情報通のお前を若頭補佐にしたんだろう。そうやって組長に期待されていたのに、お前は簡単に裏切ったわけだ。それは梶間組や組長だけじゃなく、元締めである北京会にすら泥を塗ってる。しかも、今は一般人として、サラリーマンをしてる俺に喧嘩まで売ってな。いいぜ。お前が命かけるってんなら、俺が相手してやるよ。ええじゃねえよ。そもそもそのつもりで命差し出してんだろ。だったら俺と対マンを張れ。それで生きてたら許してやるよ。それが嫌なんだったら、しっかりとヤクザとしてけじめをつけねえとな。でもなんだよ。てめえこれ以上まだ口答えする気か。てめえにはもうすでに反論する余地なんてねえんだよ。残された選択肢は二つ。組長を呼んで始末をつけさせるか、それとも俺と対マンを張って決着をつけるのかのどっちかだ。言っておくけど、俺は容赦しねえぞ。なんて言ったって、俺の息子のことをボッコボコにしてくれてんだからな。無抵抗の人間に対して普通ここまでやるか。ヤクザとしても人間としてもクズなんだよてめえは。すみませんでした。すみませんで済むんなら、ヤクザも警察も必要ねえだろうが。さあ、さっさとどっちか選べよ。てめえに残された選択肢を。俺はどっちも選べません。でも命だけは助けてください。二度とこんなことはしないと誓います。組長にも会長にも。だからどうか助けてください。てめえ、この後に及んで命乞いか。それがどれほど情けないことか分かってんのか、てめえ。いや、いいんじゃない。はあ、ありがとうございます。いやいや、いいわけねえだろ。こいつはヒデのことを。まあまあ、落ち着きなって。とりあえずお前らはもう行け。目障り。わかりました。失礼します。な、てめえ。ああ、行っちまったよ。どういうつもりなんだ。どういうつもりも何もないよ。こんなところで竜が切れたら、それこそ警察沙汰。そうなったら、一般人だろうが何だろうが捕まるだろう。なあ、そういうことか。じゃああいつらは、ちゃんと後でけじめをつけさせるよ。顔は割れてるわけだしさ。後から聞いた話では、カジマ組は上納金の金額を上げられ、払いきれなくなった挙句、解散命令を出されたとのことだった。さて、やっと並んだ甲斐があって、うまい酒が飲めるぜ。言ってて、さっきやられて切れた口にしみる。やり返してやりゃよかったんだよ。たく無抵抗なんて情けねえ。だからってあそこでやり返してたら、この酒も飲めなかったんだぞ。そりゃそうだけどよ。まあまあ、あいつらのことは俺に任せてよ。これでも北京会の会長なんだからさ。うまい酒を飲み交わして外に出ると、俺の後ろに並んでいた姉ちゃんたちが店の外にいた。よかったら連絡先交換してもらえませんか？俺と？おいおい、ボコボコにされてたのにこいつでいいのか？はい、あなたがいいんです。なんだよヒデ、これぞ怪我の功名って感じだな。痛い思いしてよかったじゃねえか。からかうなよ。その流れで、俺とその女性は連絡先を交換。親父の言葉ではないが、ちょっといいなと思っていた人だったので、ラッキーだった。本当に怪我の巧妙だな、なんて笑うと、
少し痛む口の端をいたわりながら帰宅するのだった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。